今井田君だろう。野菜のあかねさんです。よろしくお願いします。あかねさん、プロ野球選手として僕は今やりたいことがあるんです。はい。ゴルファーに勝ちたい。ゴルファーに勝ちたい。あまよくはプロ目指したい。うんうんうん、っていうことで、はい、まあ、普通にやっても楽しくないんで、ちょっと僕とアプローチ対決していただいて、はい、負けた方罰ゲームいきましょう。はい。なんで僕、まあ、今ちょっとトレーナーが取ってるんで、うん、僕が負けた場合と、はい、茜さんが負けた場合、はい、もうトレーナーに罰ゲームを決めてもらいましょう。はい、僕らが言うとなんかちょっとあれじゃないですか、喧嘩になるかもしれないですけど、こうやって今井さん何ですかそれ、みたいな。今井さん何でそれってなるかもしれないから、はい、お元気ってなるから懐かしいお元気、カツルさん元気にしてるからなので、ちょっとこの勝負3本勝負でアプローチで、まあ、転がしたアプローチとか、はい、浮かせたアプローチとか、はい、いろんな3本勝負でやれるもんで、はい、で、ちょっと僕面白いこと考えてるんで、よろしくお願いします。お願いします。やっぱ運動前はドクターエアですね。これが僕も元気でやってたんですけど、これ大事ですね。めっちゃ大事です。我々は大事ですね。大事です。皆さんもどうぞ。それではまずは何でもいいから3球ずつ打って、はい、どっちがいっぱい当たるか、はい、の1本勝負です。まずここ、はい、勝つぞ。意気込み頑張ります。意気込みよし、まあ、やっぱプレッシャーかけたいくよ。よし、2球目。おー、ナイスです。からの3球目いきます。頼むよ。あー惜しい。結果1球、やばい、これはやばいぞ。いけるかな、でも私当たるかな、めっちゃ心配。めっちゃ心配やな。これやばいから真剣にやるのだと思う。私にやり始めた。うわぁ。もうやばい、もうやばいやん。よし、これはやばいぞ。続いて2個目いきます、はい、2個目はノーバン、はい、いきます。はい、でも僕気づいたんですけど、あかねさんクソ負けすぎないですか。顔でこれがプロゴルファーの良さですね。やっぱ勝負事はやっぱこうじゃないとね。いや、で次ライナーいきます。はい、でもなんかちょっとね、僕開いてみたいな。うん、大事、方向大事、センス、向く位置大事、足の位置、ほっ、惜しい、惜しい、あと1ヤードぐらい。でも今ダメでしょ、ダメ。ノーバンなんですよね、一応ね。一応ノーバンって設定。今何だ、ノーバン。赤ちゃんもイメージ作った。イメージ作る。あー、惜しい。
強くか。やばい、これ1個当てたい。あー、OKOK OK、 やだイメージで作ってたから当たるかな。あ、回してる。当たるよ、回してる。当たるかな。よし、めっちゃ細くなった。めっちゃ細い。いや、プロだからもうこんぐらいでハンドないと。ちょっと細くなったら8ヤードキャリーって15ヤードぐらいのアプローチのイメージ。これむずいっすね。ねえ、でもこれありますよね、はい、ラウンド中にこういうラインですと、はい、足使うアプローチ、うん、あります。ラインで行きます。あ、分かった。イメージがすぎる。大事ですね、大事ですね。分かった、大事。今の顔見た。すげえ嬉しそうだった今。めっちゃ嬉しい。やばい。よっしゃ。今優勝したけど。あがりさんプレイ中にこんな機能上げてるの見たことないじゃん。確かに。こっちの今の方が出てるかもしれない。いや、イメージもできてるからやばいぞこれ。これはやばいぞ。よしよし。ってことは、2本目はまたドロー。はい、すごいね、あかねさん。ドロー3個目は、でもその時ちょっとあかねさん今のね、僕めっちゃ思ったんですけど、打つ時のポイント教えてください。